日本対オーストラリアの選手入場後の様子。このページは、2014FIFA ワールドカップ、アジア予選の4次予選の結果をまとめたものである。グループ A からは、イランと韓国が、グループ B からは、日本とオーストラリアが、それぞれワールドカップ本大会出場を決めた。また、ウズベキスタンとヨルダンが、アジア地区プレイオフに進出した。3次予選の各組上位にチーム。 計10チームを5チームずつ2組に分け、各組でホームアウェイの総当たり戦を行う。各組上位にチームが本大会出場権を得る。各組3位は5次予選に進出する。 2012年6月3日、6月8日、6月12日、9月11日、10月16日、11月14日及び、2013年3月26日、6月4日、6月11日、6月18日に、実施された。なお、この最終節の日程は、FIFA c o フ n f e d e r a t i o n s CUP 2013の日程と、重複するという問題があり、これに対し、 アジアサッカー連盟は2011年3月23日、FIFA コンフェデレーションズカップ2013に出場する、日本が4次予選に進出した場合、最終節に日本の試合が行われないように日程を割り当てる、という措置を取ることを発表した。組み合わせ抽選会は2012年3月9日の日本時間午後5時からマレーシアクアラルンプールの AFC 本部で開始された。 抽選会はアジアサッカー連盟公式 HP 上で生中継され26万4959人が視聴した。日本では CS テレ朝チャンネルで生中継された。抽選を引き当てるドロワ代表として元日本代表 CB 宮本恒康、元イラン代表 MF マハダビキアが登場した。シード順については 抽選会時点の2012年3月7日の FIFA フフランキングに基づいてシード順が定められた。組み合わせ抽選の手順は以下の通り。シード順及びポット分けは2012年3月7日発表の FIFA フフランキングに基づいており以下の通り。括弧内の数はシード順の決定に用いた FIFA フフランキングである。ウズベキスタン V イランレバノン V カタールレバノン V。 ウズベキスタンカタール V 韓国韓国 V レバノンイラン V カタールウズベキスタン V 韓国レバノン V イランカタール V ウズベキスタンイラン V 韓国カタール V レバノンイラン V ウズベキスタン韓国 V カタールウズベキスタン V レバノンカタール V イランレバノン V 韓国韓国 V ウズベキスタンイラン V レバノン韓国 V イランウズベキスタン V カタール日本 V オマーニオルダン V イラク日本 V ヨルダン・オマーン V オーストラリアオーストラリア V 日本イラク V オマーン日本 V ラクヨルダン V オーストラリアオマーン V ヨルダンイラク V オーストラリアオマーン V 日本イラク V ヨルダンオーストラリア V オマーンヨルダン V 日本日本 V オーストラリアオマーン V イラクオーストラリア V ヨルダンイラク V 日本オーストラリア V イラクヨルダン V オマーンありがとうございます